山本勘助、皆さんはどのようなイメージを持つでしょうか。勘助は戦国時代に武田信玄に仕う、その軍師として数々の戦で活躍しました。彼の戦術と指導力は武田軍を数多くの勝利へと導きました。特に川中島の戦いでは彼の戦術が大いに光りました。彼の巧みな戦術により武田軍は敵を翻弄し、戦局を有利に進めることができました。勘助は隻眼でしたが、その鋭い洞察力で敵の動きを見抜き、武田軍を勝利に導きました。彼の一眼は敵の心を読み取り、未来を予見する魔眼とも言われました。山本勘助の軍師としての業績は日本の武士道や武術に多大な影響を与えました。その名は今日でも多くの人々に語り継がれ、彼の生き様は私たちに多くの教訓を残しています。彼の信じる哲学は文献や作品を通じて新たな形で私たちに伝えられています。勘助の物語から私たちは何を学び、どのように生きるべきかを今一度考える機会を得ることができます。